はい、皆さんこんばんは。カモユーゾーの優しい独り言、今夜も始まりました。おうおう、君島大輔君はたった今30秒前に到着いたしましたです、打ち合わせ30秒ということで始まりましたけどね。今夜も皆さんよろしくお願いします。カモユーゾーの優しい独り言、お相手は私カモユーゾーと、30秒前にやってきました君島大輔です。いやびっくりしちゃったよ、ね、まあびっくりもしたんだけども、まあ、まずは先週は皆さん大変失礼いたしました。本当本当すいませんでした、もうね、ひどかったね、ひどかったね。何してたの？酔っ払ってたね。僕も完全に酔っ払ってました。いやあのね、はい、先月のジュラムール放送に比べ、はい、輪をかけて酔っ払ってました ね、 ひどかったね。だって最初、だって、ね、最初行く時だよ。もうさ、うん、もう目の前に着いたって時に電話かかってきたんですよ、カモさんから。でさ、したらさ、はい、ウコン的なの買ってこいって高いやつみたいな。そう、すげえ効くやつ買ってきてっていうね。あ、どういうことと思って、あ、もう最初からそういうことなんだなっていうので、そうそうそう、いただいちゃいました。あれからですね、はい、我々反省会がありましてですね、はい、どうでした？まあ、ちょっと人数が多かったと。まあね、あれじゃまとめらんねえっていう話になりましてですね。何人いた？1人ずつ6? 6人7人か何人いたよ ね、 ね、うん、で、来月決まりました。お、来月は、はい、君ちょと、はい、あの単位、うん、あの単位は、うん、リスナーでお願いします。あ、僕らはそう、なぜかというと、まとまない、来月に関しては、はい、今西雄介さんというです、ね、あ、なんか言ってましたね、スペシャルゲストがやってくるんですね、はいはい、なるほど。うん、皆さんもご存知、あの関口先輩、うん、あの今度から関口先輩という名前で出ることになったんで。あの関口先輩がもう一人いると思ってください。これがどういうことかっていうと、あの大変なんですよ。どういうことですか？あの大変なんですよ。だから関口先輩が二人いたらどうなります？もう僕行ってもいなくても同じじゃないですか。ま、そういうことになるんですよ。なるほどね。そうで、はい、そこに人数が多いと、はいはい、もう収集つかないので、なるほど、来月の放送に関しては、はいはい、必要最低人数でやろうということが決まりましてですね。なるほどね、はい、来月に関してはね、うん、はい、うん、ジュダムール放送、ね、下手したらも う何、オペレーターだけで終わっちゃうもんね、カモンさん。本当、ね、危ないです。しゃべるどころじゃねえよ。あのね、関口さんは分かったの、はい、関口先輩は、はい、俺のそばに置いとかないと危ない。どういうこと？あの、はい、こっちの声がまず聞こえてないでしょ、あの距離で、あの人。あ、そうだ、ね、ね、だから勝手に喋っちゃうんだ。そうそうそう、だからここで俺が横でまとめないといけないってことが分かりました。ひょっとしたら今西さん、今西雄介さんも今ひょっとしたら見てるかもしれないですけど。見てるんですか？多分見てないね。いや、なんか再放送とかチェックしてるらしいですよ。まあまあ、うん、そう、うん、あ、滝ちゃんさんこんばんは。あ、こんばんなす。滝ちゃんさん、メガネマロスさんこんばんね。こんばんなす。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんなことで、はい、来月の放送、5月20日放送はですね、はい、今西雄介さんを迎えて、はい、ムッシュ秋元と、うん、関口先輩と、はい、私、はい、であと、あれ、うん、とライターさん、あ、ライターさんいるんですか？はい、ひろあきさんっていう方が。あ、ひろあきさんって言っちゃいけない。あ、ひろあきさんでいいんだ、はい、ひろあきさんでいいんだ。身内言っちゃダメって言ったんだ。なんかやってるだろ、人。そうそう、うん、そういう位置でただいるだけっていう、ね、ある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 、うん、俺喋んねえからいるだけでいいからっていうね。いや、結構喋ってたよね。そう、今回はね喋ったね。うん、そうそう、まあそんなことでですね、はい、来月は、うん、
今西雄介さんが来る限りですね、はい、あのちゃんとした番組にしようということになっておりますので なるべく少なくね、はいはい、で今西雄介さんってどんな方かというと、はい、まあ、ちょっとこの間酔っ払いながら話してたんで酔っ払ったね、ほぼ伝わってないと思うんですけど、うん、はい、ハローアルソンというですね、ハローアルソン、うん、この番組でもずっと応援してるボランティア、うん、フィリピン医療ボランティアの、はい、要は発起人ですね、はい、その方が、なんだっけかな、新木場、うん、木場って場所か、群馬なのか埼玉なのか、あ、ちょっと分かんない、うん、分かんないですけど、そっちで、うん、ラジオ番組をやってるんですよFM ラジオ番組、毎週金曜日の夜9時からだったかな、うんうん、なので、はい、もう500回記念とかこの間言ってたでしょ、すげえ、そう500回とかってやってるんですよ、大御所じゃん、そうなんですよ、大御所なんですよ、それこそあのスポンサーがついてやってる番組をやってるパーソナリティが来週来る、あ、これ来月来るんで、はい、あの、そう、ちゃんとしないといけないだろうということでそうだよね、そうなりましたので、はい、来月はねちょっとね、はい、入れてみてます、綾乃ちゃんみたいなね、はい、あの可愛い子はいませんけど男臭い感じになりますけど、そんなわけでお送りしますので、はい、来月は皆さんまたそれはそれで楽しみにしてください。そして、うん、今日のテーマ、テーマ分かってる？今日のテーマはね、懐かしいもの、おチェックはしてるんだね、よかったってて、そうなんです、懐かしいもの、はい、あ、こう流れてるもんな、いやいや見てきた見てきた、ちゃんとちゃんと、そうそう、はい、あの皆さんからですね、はい、いろんな懐かしいものをですね募集します、うん、はい、あの何でもいいんですよ、おもちゃでも何でもね、うん、はい、あの最近なんかね、ガンダムのプラモデルとかそういうのも結構また復刻でね、うん、そう出てきてるから、アニメやってたからね、ガンダムね、うん、そうそう、でなんかハンターハンターの連載がまた始まるらしいね、ということで大丈夫かな、ハンターハンター1990何年から連載始まってるんだよね、そうだよね、ね、中学生とかだったもん、そうだよね、だからもう20年ぐらいやってるんですけど、あの間はもう何回も休んでるけどね、全然進みやしね、そうだから、あの、うん、キメラ編だっけ、なんかやってたよね、あれが王様の、そう、2年前に終わったんだよね、ね、あの2年経つ、あれ2年経つらしいですよ、ヤフーニュース見ました、つい最近かと思ってた、ヤフーニュースチェックしましたか僕さっき、そうそう、で、まあ、再開するということで、そうなんだ、2年経つの、ね、あれマジで、そう、ハンターハンターはね、時々映画が 手を抜くじゃないですか、手抜く、もう線だけで、ね、下書きもいいところみたいな ね、うん、まあそれがそのままそれでも人気があるっていうのがすごいね、6000万部の売り上げ出るから ねすごいですね、まあまあ、あの、はいはい、考えればその初期の、ね、うん、ゴンが旅立つとこから僕は読んでるんですよ、まあ俺もだ俺も読んでるけど、ね、それもジャンプで読んでますからね僕はうん、まあまあそんなちょっとね、いろいろ懐かしい話に戻っていろいろね、はいはい、今日は盛り上がろうかなと思います、はい、お願いします、はい、うん、まあそんなことでですね、今週1週間をまずは振り返りたいなと思うんですけど、はい、うん、何してました、今週1週間、 あそこ行きましたね、どういったの、どうだっけ、塩原の、うん、ああ行ったね、行ったね、富士屋、富士屋ライブ、ライブ、富士屋ライブって言うんだっけ、そう、富士ライブだっけ、富士屋ライブ、富士屋さんっていうお店があるんです、はいはい、何屋さんっていうの、フルーツ屋さんですね、フルーツ屋さんだよね、はい、あそこでお店の中を、うん、はい、なんかライブの時はいろん、うん、もうなんかいろんなもん商品とかね、どかしてね、台とかどかして、ね、椅子だけにして、うん、でライブをやるんですよ、はい、でそこに見に行きましたね、はい、三味線の方も三味線ね、てんてかてんてかてんつくてんつくやってましたね、うん、あの人いくつぐらいでしたあれ34、5ぐらいじゃん、あ、ほんと、じゃあその一緒に弾いてた子が若い子か、小学生かの子か、え、ピアノの人、あ、ピアノの人、うん、ああ一緒にね、あ、小学生もいたね、小学生もいたでしょ、小学生に教えてるって言ってた、あー、なるほど、で教えてるんだ、そうそう、教え子がじゃあ一緒に弾いたんだろうね、で、うん、ピアノの方とあのベースの方ね、ベースの坂井さんお父さんから電話来ました坂井さん、ベースの出なくて大丈夫ですか、大丈夫、いいよ別に今本番中、本番中、どうしたんだろう、そうで正しき背中、全然違う人、あ、違う、お父さんって違うから、で、うん、ごめんなさいで、はいはい、なんかそう、坂入さんのベースが入って、うん、はいはい、なんかちょっと名前忘れちゃったけどピアノの人が入って、はいはいはい、でなんか3人でやってましたね、はいはい、はい、どうだったんですか、あの三味線って、うん、いいですね、いいよ、かっこいいよね、いい、あれで弾くんでしょ、あのバチみたいな、ね、バチみたいな、ベチンって弾く男とさ、バン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 ね、弾く男とベン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 っていうか、あれ喋らしてよ、うん、はいはい、あとその何ボディに当たる音が両方でいい音がするし、あれってベンっつって、はい、ベンベンみたいな、はい、ベンベンっていうのが同時に来るわけじゃん、あ、だからそれがなんかねいいよね、でさらにそれをエレキベース
エレキ？そうそう。エレキさん、エレキジャミセンだったの。そうそうそう。ピックアップがついてて、でそれでさらにこう、スピーカーの音も相まってすごい迫力があった。ベンツクベンツク。あれはピックアップはそうマイク、うん、じゃなくもう中にちゃんと多分そう専用のがあるんだよ。あるんだ。でそれを挿してついてるんですなんつって、じゃあじゃあ後半は刺しますからみたいな、楽器も増えますんでじゃあ刺しますっ て刺して面白いね、テンテンツクテンツクやってましたね。かっこいいなと思って、はい。あのまた三振ともちょっとね実は音色が違うらしいんですよね。そうそうそう、使ってる革が違うだけど音が違うっていう ね、うん、らしいですね。で見て見て、はい、はい、テンツクテンツク見て、なんかね黒磯にはね、はい、もう一人サミシャミジャミ線のジャミ線、うん、はい、すごい人がいるらしいんですよ。へなんかチャットが消えたね。なんだろう、チャット消えたね。ね。そうそう、それを見て、うん、でまあちょっとご飯食べて、うんうん、であの来月、うん、僕は藤原でライブやるんです。うん、はい、なのでその顔出しも含めて。おお、あ、なるほどね。はい、来月やるのね。5月の17日ですね。5月の17日。はい。はい。5月の17日、あなたいつも被るね。しょうがないじゃん。今日はね一応ここに情報があのカンペであるんですよ。しょうがないじゃん。栃木 U5 がですね、はい、いよいよ来月第3回が開催されるんですけどね、はい、まあそこで被るね。そうだ ね、まあ、でもあそこはレディオアクアス系列なんでね。あ、なるほどね。ちゃんと生放送は、うん、なんだっけ、那須塩原インターネットテレビ。あ、なるほど。からちょっと配信して、あ、配信してんだ、あの生、あれ生でやってんだ。やってる。あ、そうで、でそっちの系列で僕は行って、あ、なるほどね。はい、ナスウェーブはナスウェーブでやってくださいと。はい、うん、ナスウェーブはですね、はい、あの、あ、ナスウェーブは別に生配信しないんですけど、5月の17日土曜日は、はい、宇都宮のビートクラブで、ね、第3回となる栃木 U5、はい、ボリューム3ということですね。まあ毎回のパールさんの他に。神山美沙さん、はい、お見て、ね、うん、佐久間由紀さん、はい、見て、佐久間由紀さんってなんかアイドル系みたいな感じなんだね。そうなんだ、うん、調べたらね。あ、でも確かにそういう顔してる、ね、うん、あのやってることもそんな感じなんですよ、うん、で、はい、横ちん、横ちん、横田裕二君、横田裕二君ね。そうがやると、はい、なんだっけあのパン屋さん、パン屋さんニコル、あ、ニコル。覚えとこよ。今ニコルでね、あの話題の横田裕二、はい、そうそう、がやってますよ、横ちんがね来てますんで、はい、で時間も同じですね。時間も同じですね。多分チケット代聞いてんだけど、はい、答えてくれないんだよね。だけど多分一緒だと思います。前売り1800円の、はい、ね、うん、当日が2500円だったっけ、ね、2300円だったかな、うん、2500円だったかな。でワンドリンク500円は別になるので、はい、うん、だから500円プラスで2300円ですか、はい、という形になりますので、ありますので、皆さんぜひ遊びに来てください、はい、僕の方もよろしくお願いします、まあ、片方片方見て、ね、そうそう、あの時間を分けていけばいいんだよ ね。こっちは何時同じじゃねえかよ。移動できねえわ。移動してる間にどっか終わるわ。すいません。でもこっち無料だからね。そうそう、僕も無料で、ね、まあ、はい、ね、ご飯を食べていただく。そう、フルーツカフェ藤屋さん。藤屋さんね。そうだね。はい。いろいろなんか刺身も食うらしいよその日は。あ、そうなんだ。そう、おにぎり定食とか。刺身。あれはとて焼きは？うん、食べられる。あ、とて焼きも食べられる、ね。そう、食べられるし、あとビンゴ大会もあるそうで。ええー。盛りだくさんですね。盛りだくさんですな。藤原だけに、はあ、はい、そうだね、藤原だからね。はい、ね、ペコちゃんは出ないの？出ない。出ないね。全然違う。系列違う。系列違う藤原ね。はい、はい、はい、そして今週、はい、あのいよいよですね。はい、なんですか、昨年も開催された那須、うん、あの春の陣、はい、那須塩原がね、はい、いよいよ開催ということで。うん、ははい、これ。